競技として対戦ゲームを行う e スポーツ事業に大手デパートが本格参入することになりました。続きを読む大丸松坂屋百貨店を傘下に持つ J フロントリテイリングは e スポーツのプロチームやイベントの運営を手掛ける川崎市の会社ゼノツを買収します。来月末にゼノツの株式全体の 50% 余りを取得し子会社化することにしていて、買収にかかる金額は10億円弱だということです。今後は傘下のデパートや商業施設で e スポーツのイベントを開いたり、練習場をはじめ関連施設の運営を行ったりすることを目指しています。国内のデパート業界は経営環境が厳しさを増していて、 J フロントとしては成長が見込める分野に参入し新たな収益源として育てるとともに、 e スポーツに関心のある若い世代との接点を増やし新たな顧客の獲得につなげる狙いがあります。